今回は、ヤマダ電機とビッグカメラがどう違うのかってのを決算から解説していく。青の背景をヤマダ、赤の背景をビッグカメラで見ていくぜ。両方とも家電の量販店よね。ヤマダとビッグカメラ以外にもヨドバシとか色々あるけど、この二つが大きいの？それに関してはこの図に書いてある通りだ。ヤマダが頭一つ抜けてて、ビッグカメラ、ケイズ電機、エディオン、ヨドバシカメラがすごい接戦だ。へぇ、上位5社でほとんど占めてるのね。あれだけ広いと仕入れとかも大変だし、大きい企業のが有利なのかもしれないわ。うむ。ちなみにこれが両社の業績だが、最近はだいたい横ばいだな。ヤマダは3月、ビッグカメラは8月に決算をまとめるらしいわ。なんか2020年のコロナ禍ではヤマダが少し強かったみたい。ふむふむ。この年のヤマダの利益はすごいな。ちなみにマリサ、2012年にビッグカメラが一気に売り上げ上げてるんだけど、これなんかあったの？小島電機の買収だ。この買収によってビッグカメラは一気に家電量販店2位に躍り出たんだぜ。へぇ、小島ってビッグカメラがやってたのか。確かに小島かけるビッグカメラみたいな看板見るわよね。うむ。実はこの太陽のマークの小島は、もう山梨県甲府市にしか残ってないらしい。なんか時代を感じるわね。そしてソフマップなんかもビッグカメラのグループだな。へぇ、電気屋ってたくさんあるように見えて、実は同じグループがやってたりもするのね。ヤマダの方はベスト電気とか持ってるらしいし、そういうものなのかもしれないな。ちなみに電気屋といっても家電とかパソコンとか色々置いてるけど、どれがどのくらい売れてるの？ではその辺を見ていこうか。これが両社の売り上げの比率になる。ふむふむ。やっぱり家電が両社とも一番売れてるのね。そう。あとはヤマダは比較的テレビがまだ売れてて、その分ビッグカメラはパソコンと携帯が売れている。あとやっぱり気になるのがヤマダの紫の部分よね。確かにキッチンとか家具とか売ってたような気がするわ。売り上げの約2割が家具だからな。すごい力を入れているんだろう。少し前に大塚家具を買収したニュースがあったな。なんか電気屋とは思えないおしゃれな店内してるわね。うむ。他のメーカーは家具ここまでやってないし、ここはヤマダの大きな特色だぜ。新生活とかあると家電の他に家具とかも揃えるし、相性がいいのかしらね。家具のニトリなんかは家電に進出してきたが、その逆の方法をやってるのがヤマダということだな。家具ってのは大きな違いだったけど、実は他にも色々違うとこがあるかもしれないわね。うむ。ではそこを踏まえて、ヤマダ電機とビッグカメラの決算を見ていこう。ではまず BS だ。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。うむ。その会社の財産に対し、借りた分やなくなるのが決まってる分がオレンジの負債、残りが本当の財産である純資産だな。そして自分の分の財産が多いほど、潰れにくい会社なんだったわよね。そしてこれが両社の BS だ。ヤマダの総資産が 1.4 兆円くらい、ビッグカメラが4000億円弱といったところだろうか。さっき売上は倍くらいの差だったけど、持ってる財産だとヤマダのが3倍くらい多いのね。うむ。自己資本比率は両社なかなか高めで、特にヤマダは 50% を超えてきてるな。しっかり安定した企業なのね。では BS の中身を見ていこう。まずは現金とか在庫とかの誘導資産の部分だ。現金、ビッグカメラの方が規模は小さいのに金額倍くらいあるんだけど。本当だ。ビッグカメラ、現金を多く持つ主義なんだろうか。資産の4分の1が現金だ。珍しいな。そして商品と製品はヤマダのが3倍以上多いわ。売上は2倍くらいなのに、どういうことかしら？ヤマダ、売上に対して、在庫や店頭の商品抱えがちなんだろう。ちょっとこの話は後で出てくるぜ。そしてもっと変なのが販売用不動産ってヤマダにあるのよ。ヤマダ、不動産会社みたいに建物売ってるの？実はその通りなんだ。最近ヒノキ屋グループという住宅会社を買収した。その結果戸建てがたくさん販売用不動産に入ってきたんだな。ヤマダ電機、ただの電気屋だと思ってたけど、家建てるところから内側まで全部やろうとしてるのか。うむ。すごく壮大で面白い戦略だと思うぜ。そしてもう一つの鍵となる固定資産の部分だ。建物とか特許とか、すぐに現金化できない財産だな。建物と土地がやっぱり目立つわね。建物なんてヤマダが10倍くらいじゃない？売上2倍しか変わらないわよね。うむ。じゃあヤマダとビッグカメラが持ってる建物ってなんだろうか。そんなのお店に決まってるじゃない。うむ、正解だ。そしてこれが両社の首都圏近辺の店舗マップになる。
山田が16店舗、ビッグカメラが17店舗だから、ほとんど変わらないわね。山田のが売り上げ大きいんだから、山田のがお店多いんだと思ってたわ。実はその通りなんだ。今度は岡山県の両社の店舗マップになる。山田16店舗に対してビッグカメラ一つしかないじゃない。地方だと山田のが断然多いのね。うむ。山田の基本戦略は国道沿いとかに大きな店舗を建てること。ビッグカメラは駅前とかいい立地に店舗を構えるんだな。あ、だから山田は在庫がたくさんあったのか。そもそも地方のお店は広いから在庫や商品置くスペースがたくさんあるのね。その通り、あとは都会の方が人が多いから商品の回転が早いっていう事情もあるな。へえ、だから山田の方が建物が多かったのか。ビッグカメラは立地のいいところにお店があるから、自分で建物持つんじゃなくて、家賃を払って店を置くのかしらね。そういう意味では少し違うのがヨドバシだ。ヨドバシはビッグカメラ同様立地のいいところに店舗を建てるんだが、自分でビルを持つという方針らしいな。へえ、都会のビルだとテナントとか家賃収入も入るでしょうし、そっちのがいいって判断なのね。うむ。ヨドバシは上場してないから詳しい決算はないんだが、だいたい4000億くらい固定資産持ってるらしいな。それって山田と同レベルじゃない。似たようなお店でも、中身は全然違うのね。ちなみにヨドバシ、不動産収入もあるからか、営業利益率が電気屋ダントツの 8% もあるらしい。へえ、戦略で結果はそんな違うのか。では負債の部分に移ろう。借金は規模通りって感じね。山田の方が少し借金の割合低いから、自己資本比率が高くなったのね。あとビッグカメラは今後使用される予定のポイント引き当て金を計上してるのも違うところだな。あと純資産だが、あまり喋ることがないな。自己株式をある程度持っていることがわかる。山田、2022年から2023年の5月まで、1000億円の自社株買いをするって発表したらしいわ。これで株価がすごく上がったみたいね。電気屋の業界はそのあたり積極的なのかもな。続いて PL だ。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。うむ。売り上げるのにかかった分がオレンジの費用で、残った営業利益が会社に入ってくるんだったな。そしてこれが両社の PL だ。山田の売上が 1.6 兆円、ビッグカメラが8000億くらいだな。利益率はちょっと山田のが高めって感じがするわね。ちなみに1店舗あたりの売上にするとこうなる。当然人の多いビッグカメラの方が1つあたりの売上はでかいな。へえ、ビッグカメラの方が効率良さそうだけど、それでも利益率は山田のが高いのね。なんでかしら？ではそれを知るためにも、PL の中身を見ていこう。どの項目も山田の方が多いのはわかるけど、利益率の差は何が原因なのかしら。それについては原価と販管費をパーセントに直してみた。これを見ながら考えていこう。まずは原価のところ、ほとんど変わらないみたいなんだけど、電気屋の原価っていうと、商品仕入れたりするお金よね。その通り。これについては特にどっちが安く仕入れているとかいうのもないようだ。ということは、残りの販管費がビッグカメラで多くかかってるということね。販管費は、営業や販売とかで、仕入れや生産に関係ない費用だったわよね。その通り。家電量販店はたくさん店員さんいるイメージあるし、ここは結構欠けていそうだな。ということでこれが販管費の中身になる。何か気になることはあるか？山田、広告費めっちゃ欠けてるのね。ビッグカメラだと項目の外になってるみたいだけど。多分だけどチラシや CM だろうな。地方にお店を構えている以上、チラシやテレビを見る層のお客さんが多いんだろう。確かに家電量販店のチラシが挟まってたりポストに入ってるのはよく見るわ。うむ。そして給料の方だが、山田の方が人員をたくさんつぎ込んでるようだ。店舗が多いんだから当然といえば当然か。1店舗あたりに直すと、山田が1日30万円、ビッグカメラが40万円になるらしいわ。仮に1日1万円で全員が店員だったとすると、常時30人40人くらいの人が1店舗に集まる計算だな。あれ？思ったより少ない気もするわ。まあ携帯ショップの店員とかは山田じゃなくてキャリアの社員だったりするからな。実際にいる店員はもっと多いだろう。ふむふむ。なるほどね。そうなると、ビッグカメラの利益率が低かったのは、支払い手数料と販促費のところになりそうかしら？それはそうなんだが、結構な項目がその他のとこに入ってて、細かいところまで詳しくわからない。これに関しては内側の人のみぞ知るって感じだな。まあ両者とも黒字なわけだし、
私はありがたく両方使わせてもらうわ。ではそのまま CS だ。CS は、会社の現金の出入りを記録したもの、つまり通帳みたいなものだったわよね。うむ。本業でのお金の動きである営業キャッシュフロー、固定資産や他社株への投資キャッシュフロー、お金の貸し借りとかの財務キャッシュフローからなる。そしてこれが両社の PL みたいね。最初のお金から黒字が出て、ある程度投資して、借金を返してる感じか。うむ。最初にビッグカメラは現金を多く持ってるという話があったが、別にお金をたくさん動かしているわけではなさそうだな。企業の動きとしてはそっくりって感じね。というわけで今回は終わりだ。最後まで見てくれてありがとうだぜ。ご視聴ありがとうございました。